巨人暗黒時代、堀内監督時代の思い出、清原、投打ともに若さが足りなかったからな。この時期って完全に倒壊してた。これで3位。いくらホームランを打とうがそれを投手陣が台無しにしてたから勝てなかった。知られていないようだが、2004年の巨人は初めてゴールデングラブ賞受賞者がゼロだった。得点力はあるけど、よくバランスが悪い。大砲ばかりで小回りが効かない。ロッテのようなスモールベースボールの方が強い、なんて言われてた気がする。打つのは得意だけど守備下手なのが揃ってたのか。清原、元木、後藤、これに関わる奴がガンだった。堀内も大変だったと思う。清原、打順7番ですよ。阿部より下や。清原、2軍は監獄に入れられてるみたいやった。堀内は投手を中心とした守りの野球をやりたかったみたいだが、当時はそれができる環境じゃなかった。狭い東京ドームに飛ぶボール、大砲ばかりのラインナップ、ビッグボールをやってくださいと言わんばかりの環境。この反省があったからこそ、その後の3連覇につながったとも言える。